平泉町へか内に暮らす染色作家の千葉真知子さんは、自然の草木や野菜を利用して日本ならではの色彩を布に表現します。講師を務める体験教室では、まず最初に材料となる植物を探しに出かけます。あと薬との相性なので、この薬でどうかなっていう感じでやってきますね。集めた材料ごとに20分ほど鍋で煮出していきます。今回は会場となった宿の温泉水を使いました。ここの温泉は鉄の成分を含むため、千葉さんによると少し黒っぽく染め上がるそうです。温泉の質はラドンが含んでて、炭酸が入ってて、アルカリ性です。で、保湿成分と保湿効果があるので、入った後もポカポカと、そしてずっと一晩中テカテカと肌がスベスベになります。教室では初心者でも扱いやすいシルクやレーヨン素材のストールを使います。同じ素材でもよもぎならば春は淡い色になって、だんだんこう11月頃を過ぎるともう染まらなくなるし、その秋になると深緑になるとかって、布に季節に応じて春夏秋とこう染め替えて楽しんでくるとかね。草木を煮る匂いが漂い、参加者は用意された染料に布を浸していきます。狙った色に染まらないのが草木染めの魅力。千葉さんはそこが面白いと話し、参加者と一緒になって出来具合を楽しみます。この日も季節を閉じ込めた美しいストールが出来上がりました。自然の持ってる力、それがなんかすごい面白くて、まだまだまだ試してみたいのがいっぱいあるんですけど。豊かな自然と寄り添う草木染めは、美しい日本の原風景そのものです。